覇者、そしてカップ戦の覇者、それぞれが激突するマッチが今日のスーパーカップとなります。その両雄が今入場してまいりました。戦線を勝ち抜いてきた2チーム、このボールをカットします。イカルディ、裏のスペースを狙う、裏へ落とした。おー、いい形ですよ。来たぞ、どうだ、ボールを受けてシュート、いや決まった。先制、優勝へ大きく近づくゴールが決まりました。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。いやもうこのクラスの選手になると動き出すタイミングやボールを受けるイメージがもう体に染み付いてるんですよね。これがワールドクラスのゴールですよね。立てながら攻め上がっていく、味方を走らせる、打った、決まった、追加点、連続ゴール。マグロ、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。そうですね、このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染みついているんでしょうね。これはワールドクラスのゴールですよね。マグロ、今日2点目です。入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。裏のスペースへシュート、いやー
ーに突き放します。シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。いや、いい形でしたよね。なんといっても出し手のタイミングでしょうね。そして受ける側も入り方が非常に良かったですよね。マグロ、当然ハットトリックということになります。カットです。大きく縦へ、タイムアップ。優勝が決まりました。感動の刹那、栄光が降り注ぎます。長きにわたる戦い、天国か地獄か、その頂点に立つ勇者たち、そして敗者にはねぎらいの言葉が浮かんできます。誇らしげな表情、しばし堪能しましょう。素晴らしい戦いを勇士たち、ありがとう。この歴史的優勝の瞬間、この感動を忘れぬうちに、また素晴らしい戦いを期待しつつのお別れです。実況ホームチームは勝利を宿命づけられ、アウェーを戦うチームは負けることを許されない、長い長いリーグ戦初戦を迎えます。イタリアリーグ開幕戦、ジェノア対 AS ローマ、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。初戦を飾ってほしいという思い、スタジアムを沸かせます。お互い補強を欲しいままにできたんでしょうか。補強は正しい選択だったのか、まずは初戦で試されます。好調をアピールできるのか、新たな選手たち、自分のポジションを守ることができるのか、ベテランの選手たち、イタリアリーグ長きにわたって審議タイム。
その進化が問われる旅がいよいよ始まります。まだいますよ。どうだこのシュート、ロマ先生、ローマ先制1対0。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも実はコンマ何秒の正解で飛び出すタイミングを測ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。欧州頂上へ向けての旅が始まります。チャンピオンズリーグ初戦です。サッカーを生業にする者、この舞台を夢見て精進する者たち、一体何人いるんでしょう。勇者たちを称えるチャンピオンズリーグアンセム、お聞きいただきましょう。非常に厳しいシーズン、辛いシーズンを戦ってきた両チーム。勝利への闘志を燃やす者、雰囲気に飲まれんと己に活を入れる者、心、技、体、心技体、試される旅が始まります。ラインご覧、前半17分です。序盤は固い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんからね。どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。止めた、さあ右へ預けて、ゲザル振ります。裏へのスルーパス来た、これは突破できるか、シュートまでいけるか、先制、ローマ、ローマ先制1対0。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。そう試合で何回も訪れないんじゃないでしょうかね、こういったシーンというのはね。両者のタイミングがなければ生まれないゴールですからね。穴が開いてしまうということですね。そうなんですよね。シュート、リオ、ここはポストに救われます。いや本当に数センチギリのところですよね、狙ってる範囲はね。手がチャンスになる前に潰してましたから、守りの面では特に問題なかったと思いますけどね。スコアレスのまま後半へと続きます。
では後半見ていきましょう。ローマとしては来た、素晴らしいプレーでしたね。ローマようやく均衡を破ります。ローマの得点いかがですか。そうですね、しっかり合わせたいいボレーシュートでしたね。今シーズン初ゴール、マグロ本日アシストを2つ記録しています。裏へ抜けた、これはチャンスだ、打った、来た、追加点、ローマこれで点差は3点です。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。いやもうこのクラスの選手になると動き出すタイミングやボールを受けるイメージがもう体に染み付いてるんですよね。これがワールドクラスのゴールですよね。インテルはここで選手を変えます。ジョアン・マリオ、カットです。マネがサント、ロングフィードで狙う、シュート決まった、追加点、ローマ、ローマさらに突き放します。マグロ、今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。そうですね、このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染みついているんでしょうね。これはワールドクラスのゴールですよね。マグロ今日2点目です。ローマメンバーチェンジがリオ・リュディガー、フロレンツィ、パレです。素早いパスで攻め上がっていきます。裏のスペースを狙う、いい展開ですね。ここで受ける、コース空いた、ルーズボールになる、クリア、このピンチをなんとか出します。惜しいシュートです。前半最初のコーナーキック、一つの選択肢にはなったと思いますけどもね。ボールを下げてリズムを作るか、大きく前線に入れます。裏に味方を走らせる、抜いた、チャンス来た、シュート、いやローマ、ローマ先制1対0。マグロ見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでね、普通はちょっと焦ってしまうところなんですけどもね、はい、ついて確実に決めてきましたよね。そうですね、マグロ今シーズンの3ゴール目となります。戻りましょう。ローマはこのところ失点しているイメージが少なく守備陣が好調を切り、追加点、ローマ
ローマリードを2点に広げます。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。そうですね、出しても受けてもバッチリでしたよね。タイミングがバッチリ合わないとこういったゴールって生まれないですからね。マグロ今日2点目です。さあローマ着実にスペースへ出す。もう一つ前に行きたい、裏へ届くか、スルーパス、いやー先制ローマ、ようやく均衡を破りますローマ。北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いや、もらい方良かったですよね。しっかり相手キーパーの動きが見える位置にパスを要求し、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね。全体的に相手の守備も対応遅れましたし、ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。ローマとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。カウンターを仕掛けていきます。柔らかいボール、絶好の位置、ローマ追加点、ローマ決めました、追加点。最後はキーパーとの勝負シーン、北澤さん見事な駆け引きで勝利しましたね。いや、決めて当たり前なシーンこそプレッシャーは重くのしかかってきますからね。特にこういった1対1のシーンでは瞬時にキーパーの動きを見てコースを決める冷静さが必要ですからね。まあそういったものを背負いつつも、こう確実に決めてくるあたりが素晴らしいですよね。ボールを渡すことができればチャンスになりますからね。まあ中盤から長いパスで裏を狙ってみるのも面白いと思いますけどね。まさにそこが狙いどころですね。そうですね、スペースへ出す、裏へ抜けた、抜ければチャンス、シュート来た、先制ローマ。ゲームも終盤、ここで大きな大きなゴールが入りました。ローマ、いや決まりましたね。ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール、北澤さんはどうご覧になりますか。そうですね、出してのイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも、実はコンマ何秒の正解で飛び出すタイミングを測ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。シュートのイメージを持っていれば、もう少し早く打てたのかもしれませんけどもね。なるほど、ちょっと時間がかかってしまいましたね。そうですね、前半の41分を回りました。ゴール入りましたよ、シュート、わずかに左へ逸れていきます、狙っていきます、ロングフィードで狙う、このスルーパス来たぞ、シュート来た、いやー先制ローマ、ローマ先制1対0。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。そうですね、これはワールドクラスのゴールですよね。これくらいの選手になるとフリーで受けるタイミングっていうのが反射的に体に染み付いているんでしょうね。いやー、見事なゴールでしたね。